にちは、パンゾーです。最近パンのレシピ、パンゾーで、作るパンのレシピについて、レシピ秘話といいますかね、こうやって作ったんですよっていうお話を、いくつかしているんですが、今日は、人気のショップをやってた時の人気商品の一つでもあります。レッスンでもね、もちろんやります、チーズコンプレっていうパンのご紹介をしたいと思います。コンプレっていうのはフランス語で全体のとかっていう意味で、全粒粉のことを指す場合が多いんですね。でコンプレっていうパン、そういう名前のパンっていうのがお店にもあると思うんですが、全粒粉の入ったパンだっていうふうに思っていただいたらいいかなって思ってます。そのチーズコンプレ、もちろん全粒粉も入ってるんですが、うちの場合はライ麦も少し入っていて、とてもねしっかりした味わいのあるパンになってます。でこのパンを売ろうと思ったきっかけっていうのが、レシピにはねずっとあったんですが、いつもお世話になっている農家さんにたまにねパンを持っていくんですね。でそのパンの中にやっぱりチーズコンプレがあって、でその農家さんとは私がパンを仕入れてるっていうのがあって、パンを運んでいる、卸しさせてもらっているお店、自然食品というかね、地消費さんのお店があって、そこでね知り合ったんですが、そこのパンを食べてもらっていて、とてもね美味しい美味しいって言ってくださってたんですよ。でそのチーズコンプレを持っていた時にもすごくこれすごい気に入ってるって言って褒めてくださって、でそれからよくねそのパンを持っていくようになったんですけど、これを売った方がいいかなって皆さんね喜んでくださる方が多いの でそこからその農家さん、農家のお母さんの気に入ってくださり加減がすごかったので売るようになって、ヒット商品でした。これは本当なんか全然秘密はなくて、全粒粉と、ライ麦の入った生地にチーズが2種類入っているだけなんですけど、でも生地がやっぱり、ね、美味しいんですよね。でこれはもう私のせいっていうか、私が やってるからっていうよりもやっぱりね酵母の力だと思うんですね。本当に天然酵母のパンってすごい美味しい、味があるんですよね。なんか不思議だなと思うんですけど、そうなんですよ、噛み応えがあるというか、噛めば噛むほど本当味が出てきて、で中身がそれに負けちゃいけないっていうので、チーズもね結構こだわって2種類入れてたんですけど、とてもその全粒粉の香りとチーズがうまく合ってたんですはい、こういうとね食べたくなるかもしれませんが、今はレッスンでしかやってなくて、中級のクラス、サロンクラスのメニューとしてやっています。これがね本当に皆さんに喜んでいただけるレシピなんだなと思って、レシピを作るっていうことでね嬉しいなって思った、商品の一つでした。はい、というわけで、今日はそのチーズコンプレ、レシピはあったんですけれども、そこまでね成長してくれるとは思ってなかったので、ちょっと嬉しいパンの一つということでご紹介しました。はい、それではまたシリーズ化していろんなパンをご紹介していこうかなと思ってますので、楽しみに。